こんにちは。本日も習慣化のお話をしていきます。マジックナンバー4を紹介していきます。これは何かっていうと、習慣化を身につけるためにすごく大事な数なんですよね。で、4という数字っていうのは重要で、一体この4っていう数字は一体何なのかっていう話なんですけれども、それは皆さんがこれをやります、例えば筋トレをしますとか、それから食事制限をしますとかっていうような目標を立てたとしますよね。例えば他に勉強するとかってなった時に、週4日以上行うことっていうのを指します。これがマジックナンバー4です。で、やり始めが例えば徐々に増やしていく方がいいんじゃないかなっていうふうに思われることはあるんですけれども、実はそうではなくって、初めからやると決めたことを週4日以上やるっていうことが設定上大事ですよっていうことが言いたいわけなんですね。例えば筋トレの話なんかでいくと、ハードルが高いように思うんですけれども、週4回やるっていうのをね、ところが1回あたりのトレーニングのその、ね、腕立てなりスクワットなりの回数を減らしたりとか、あるいはトレーニングそのものの時間を減らしてしまって、週2回1時間っていうのを週4回30分とかにしてしまったらいいっていう、ただそれだけのことなんですよね。だから1回あたりの量さえ減らしてしまったら、やってやれないことはないということが言えるわけです。で、これは実験があって、ジムに通い始めたばかりの男女に継続率っていうものを調べていきました。で、週3日とそれから週4日っていうので、その継続率に結構大きな差が出たそうなんですよね。で、ちなみに挫折する人っていうのはどのくらいのタイミングで挫折するのっていうことなんですけれども、これは6週目がターニングポイントになるそうです。で、この6週目で挫折する人が、例えば筋トレとかを週にどれくらいやってたのってなると、週 2,3 日だったそうなんですよね。だから我々が目指すべきっていうのは、その実験結果の方から見ると8週間を目指しましょうということなんです。で、簡単なこと、例えばウォーキングするとか浅いスクワットをするとかっていうレベルくらいだったら25日くらいで習慣化するそうなんですよ。だから約4週間弱ですね。ところが難しいもの、例えばバーベルを上げるとかランニングするとかっていう負荷のかかるものだとしたら、これは60日が目安になってくるんですよね。これが8週間って言えるんですよ、はい。で、ハードなことであっても8週間続ければ続けることに対して負担を感じることがだんだん減っていくっていうことが言えます、はい。で、習慣を定着させるためには続けようとするのではなくて、負担をいかに減らせるかっていうことが重要なポイントになってくるんですね。で、これに関しては昨日の動画で20秒ルールっていうのを紹介しましたんで、自分が何かこれやりたいなとか、これ始めなくちゃいけないなと思ってることがあったとしたら、いかにそのスタートアップの手間暇を減らせるかっていうことが20秒ルールの方で紹介をしていますんで、ぜひそちらの動画っていうのを見ていただけたらなというふうに思います。ちなみに週4回っていうことは、週の中の1日とか2日っていうのは別にサボってもいいんですよ、はい。で、よくあるのが、その筋トレサボっちゃいましたとか、美味しいものをバクバク際限なく食べちゃいましたとか、仕事サボっちゃったなっていうことに罪悪感を覚える人って中にはいるんですけど、そんなことは全然感じる必要はなくって、だってずっと走り続けて休まずに走り続けることって大変じゃないですか。そんなことできないのは当然な話なんですよね。だから適度な休憩っていうのは必要なんですよ。ただ目標っていうのはあくまで8週間続けていくために週4日以上の取り組みが必要だっていうことが言えるだけなので、これを目指してやっていくのが大事ですよっていうことです。で、そのお休みする日とかサボる日っていうものに関してはチートデーと呼んでるんですけれども、例えば、僕なんかのチートデーだったら、筋トレっていうのは土日はもうジムに行って3時間くらいがっつりやるんですよ。で、もう土日やその3時間ずつやるせいで、もう月曜日はバッキバキになってるわけなんですね。で、もう胸が痛すぎて背中に手が回らないくらい痛いので、もう月曜日に関しては筋トレはお休みを完全にしてます。で、週4日の平日に関しては、自重トレーニングで腕立てとか腹筋とかスクワットとかっていうのを中程度の負荷を、15分くらいかけてやって、で、また土日迎えてしっかりと3時間トレーニングをするっていう風な形でやってます。これがもう10月から、去年の10月からずっと続けていることですね。2019年の10月から、はい。で、これが、僕はちょっと年末でジムを解約する予定にしてますんで、土日を今度は1時間とか2時間とかの自重トレーニングを自宅で行うというふうにシフトしていこうというふうに考えてますんで、その今メニューを組んでいるという最中であります。ということですんで、皆さんがもしこれを続けてやりたいなとか継続してやっていきたいなっていうも
ことがあるとすれば、週4日以上をできるメニューっていうのをまず作ってもらって、そして8週間、つまりまあ2ヶ月ですね、2ヶ月間続けるっていうことを目標にやってみてください。でこの2ヶ月間続けてやっていくと、それ以上の回数、それ以上の期間やっていくことによって、だんだんそれをやること自体とか始めること自体の精神的ストレスが減ったりとか負担とかっていうのが減って、やるのが当たり前だなっていう状態が、作られていきますんで、ぜひ そこを目指して頑張って取り組んでみていただけたらというふうに思います。そしてスタートアップがなかなかうまくいかないんですよねっていう方については、昨日紹介している20秒ルールという動画がありますんで、そちらをご覧いただけたらというふうに思います。ということで本日の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。